どうもフルゼロと申します。今回はもうすぐ終了してしまう今すぐやっておくべきこと3選見ていこうかなと思います。新キャラは PV 的にクイーンとキングっぽいですね。なんか機械の音もしたんで多分キングじゃないクイーンもいるんじゃないかな。それでは早速見ていきましょう。まず一つ目はバウンドマン強化応援イベント。バウンドマンのレベルを80にする、そしてキャラブーストを解放していくことでアイテムがもらえます。今回のイベントを全てやっていれば上の3つはできるはずですので忘れずにやっていてください。もともとバウンドマンが100レベルだった方もブースト21枚目以上を解放することでダイヤがもらえますので、一つでも多くもらえるよう頑張っていきましょう。ちなみに毎週水曜日に更新されてきたミッションですが、第5弾に関しては今までより1日期間が短く火曜日に終了となっていますのでご注意ください。2つ目、アイテム交換所。ニカガチャやミッションを通して獲得できたアイテム交換所もそろそろ終了しちゃいます。交換できるアイテムはどれも優秀なものが多いため、1枚でも余っている方は忘れずに交換しておきましょう。ちなみにですが、こちらのブースト玉交換所も少し前に更新されていますので、そちらもまだの方はぜひぜひ交換していてください。攻撃ブーストの時に言えなくて申し訳ございません。最後3つ目、無料10連ガチャ。毎週日曜日アニマン終了時に引けた無料10連ガチャですが、最後の10連の期限が26日14時までとなっておりますので、まだ引いていないということは忘れずにチャレンジしていただけたらなと思います。で、最終的な2価の評価なんですけれども、事前と変わらず超超強いという感じですね。仮にリーグでダメだったとしてもサポートで活躍できますし、リカキンの方とかで課金して確定まで引くかどうか迷っている方がいるなら、自分はちょっと高い、ちょっとどころじゃない、高いんですけれども持っておくべきキャラなんじゃないかなと言いたいです。てな感じで終わりたいなと思います。最後にね、こっちの無料10連ガチャだけ、引いちゃって終わっていこうかなと思います。今のところ星4キャラが一体も出てないんですけれども、最後の最後で見せていこうと思います。お願いします。ボコしてやる。